京都の中心街にしっとりとした構えの店が。魚の行商から始まった木の部、仕出し弁当、懐石、精進料理、客の要望に応じて千変万化、自在にスタイルを変えて提供される味わいが人気の名店です。グローバルにワインと合わせての料理提案、一方で王道ともいえる伝統の味わいにも心和まされます。創業以来こだわり続けている出汁、大学で農学を専攻した異色の三代目主人は、出汁にこそ世界に誇る和食の輝きがあると感じています。料理ごとに幾種類もの出汁を使い分ける。でもそこには共通するある作用があるのだとか。やっぱりこう魚を食べる料理も、それからお野菜の料理でも、そこから引き上げてくれる、味のその底上げをしてくれるのにはとても必要な食材です。野菜を水で炊いたら、まあそこに水が含まれてその水分量が増えるんですけど、水臭くなりますよね。で、日本料理っていうのは水の料理なので、できる限り水分を取る。で、お腹を膨らましたけども、そのカロリーは低くて旨味があるから満足すると。ですからすごくこの健康にもいい食事で、まあ、万物に向く、そういったその一つのもう日本料理の根本的な食材なので、そこを抜くと、何か一つ物足りないといいますか、ホッとする味というのがこの出汁の一つ の大事な部分かなと思います。昆布の旨味成分であるそのグルタミン酸と、それから鰹節のイノシン酸というのがあるんですけども、それはやはりその合わさると相乗効果が出てきて旨味が強くなると。だから調味料で味をつけると味ばっかり濃くなるんですけども、その素材の美味しさはどん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 こう半減していくんですね。でも出汁の場合は足してもその持っている食材とかその素材の味わいがクローズアップされて、でその味自体が弱くなることはないんですね。そこがまあ出汁の大きな特徴かと思います。世界的に見ても珍しい出汁を使う料理が日本で発展した理由とは？旨味研究の第一人者はこう分析します。出汁はどんな食材にも合うようにできてます。極めて純粋で旨味だけに特化した出汁になってます。季節感のある自然のものを使うということのために、できるだけ雑味のない出汁を用意して、そして香りとか新鮮な雰囲気、そういうのは全部食材の方に任せてやってきたんだろうと思います。まさに自然と完全に一体化するということになりますね。で、それと真逆にあるのが多分欧米の料理で、彼らは自然をいただくというよりは自然を取ってきて自分の味わいに仕立て上げるということを非常に大事にしてますね。これはやっぱり自然に対して人というのがどういう距離になるかっていう違いだと思うんです。日本の人たちは自然というものに対して非常に尊敬の念を持ってますね。で、まあ、恐れてもいます。日本の温帯モンスーン気候ってやつは、まあ、台風は来るし日照りは来るし大水も来ると、もう自然は御しがたい、これに逆らっても絶対無理だというのは諦め感がありますね。そうすると自然に対してもうひたすらこう祈る、あるいは農産物が取れたらお礼を言うと、そういうこう自然に対してこう、まあ、恐れながらも尊敬して一緒になっていると、こういう自然感が日本にあるような感じがします。ですから自然を非常に大切にしますよね。で、それに対してやっぱり欧米はまあ、厳しい気候のところもあるけれども、耕地面積を増やしたら2倍取れるっていう、そういうこう比較的安定したところがありますよね。そうするとやっぱり人間が主体になって自然をコントロールしていくっていう発想が生まれたんだろうと思います。そうするとね、自分のソースを作るっていうのが一番大事になってきて、でそのソースでもって全ての自然を自分の色に仕立て上げたいと、これが西洋の料理のやり方ですね。
で日本の料理はもう自然そのままいただいて、それを邪魔しないように出汁を用意しているということになるかと思います。私一度京都の料理人さんたちにね、日本料理の究極の美味しさって何なんですかって聞いたことあるんですよ。そうするとね、これ意外な答えだったんですが、触りのなさですと。素材の持ってる癖をね、ちょっと強すぎる癖は全部こう下処理でもって抜いてしてしまうんですよ。それで癖のない食材にずっとこういろんなものを仕立てあげて、最後に旨味の出汁でもって調和を取ると。でこれ日本のやり方です。で海外の料理の人がやるとしたら、癖があるものはそれを生かして、それに香辛料で、叩くとか、あるいは組み合わせることによってもっと濃い味に仕立てあげるとか、こういうことをやるんですね。そうすると彼らはそのいろんなものを足していって、そして分厚い味に仕立てあげて完成させると。日本の場合はちょっと触りのあるものをどん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 こう抜いていってですね、そして、調和の取れた穏やかな味に仕立てあげると。全く方向が違いますね。食の研究、食を考えていくと基本的には日本人とは何かみたいな、そういうところに行き着くんですよ。